同じ一つの魂を持つツイン霊が運命的な出会いを果たすと、お互いに強く深い思いを相手に抱きます。初めて感じる思いに驚き、その感情にも戸惑ってしまうことがあるでしょう。今回はそんなツイン霊男性が抱くあなたへの本当の気持ちについて解説します。宇宙規模の深い愛情を抱いているツイン霊男性は、ツイン霊女性に対して宇宙のように終わりがない広く深い愛情を抱いています。この愛情は簡単に離れることがありません。同じ魂を持っているため、過去性から強いつながりがあり、現世で出会うと魂の部分から強く引き寄せ合う強さを感じます。しかし過去性では出会うことさえ叶わなかった時期もあり、それがツイン霊男性の今の幸せをより深く感じさせています。彼は絶対に話さず、ツイン霊女性の辛い経験を繰り返させないことを心から望んでいます。そのため彼は宇宙のように深く広い無償の愛を抱いています。絶対に守り抜く覚悟。ツイン霊男性は心からツイン霊女性を愛しており、彼女を守りたいという庇護欲を持っています。彼女の使命が自己実現である一方で、彼女には自分に夢中になる時間も必要です。ツイン霊男性はそのことを理解しつつ、彼女を傷つけるものから守りたいと願っています。彼は彼女を守れることに喜びを感じ、自己犠牲を厭わないほどです。さらに彼は彼女を養いたいという気持ちを強く抱き、そのために仕事にもさらに打ち込みます。彼にとって彼女は全てであり、彼は彼女をお姫様のように大切に思っています。心の奥底に尊敬の気持ちがあるツイン霊男性は、ツイン霊女性の存在が太陽のように眩しく、女神のような温かさや心の広さに憧れと尊敬を抱いています。彼らは女性の自由な振る舞いや純粋な物事の考え方に魅力を感じ、彼女から多くを学び、彼女が持つ美しさと魅力に惹かれます。ツイン霊男性は彼女の天然な部分に癒され、彼女のエネルギーに満ち溢れた姿に感銘を受けます。しかしこのような彼女の魅力に嫉妬することもあります。何があっても自分を好きでいてくれる安心感。ツイン霊は同じ魂を持っており、その深い結びつきから絶対的な信頼感が生まれます。彼らは心の底から安心感を抱き、ツイン霊女性を疑うことなく信じることができます。この特別な結びつきは過去性から現世に至るまで変わることなく続いており、物理的な離れ離れでも信頼感は揺るぎません。そのためツイン霊の関係では、普通の恋愛で起こりがちな裏切りや不誠実な行動は起こりません。強く信じている。ツイン霊同士は同じ魂を共有しているため、お互いの思考や感情を受け取ることができます。さらに彼らの結びつきの強さから、テレパシー能力を使うこともできるのです。この能力により、彼らは離れていてもお互いの思いや感情を、体調を察知することができます。他の人には理解できないような感覚や思いを受け取ることもあります。そのためツイン霊男性は常にツイン霊女性の味方であり、彼女の願いや思いを理解し支えることができるでしょう。永遠の約束を誓っているツイン霊男性は、現世や過去性、そして未来においても変わることのない愛情を誓っています。ツイン霊同士が結ばれることが保証されているわけではありません。過去には結ばれなかった場合もありました。しかし彼らは時代が変わり、外見が変わっても
お互いを見つけ出し、愛し続ける自信を持っています。そのため、ツインレイ男性は、現世で結ばれなくても、次の世代でも必ず彼女を見つけ出し、深く愛し続けることを約束しています。彼が抱くあなたへの深い思いは理解できましたか？その時のツインレイのステージによって、ツインレイ男性が抱く思いはもちろん変化します。ここからは、どんな気持ちの変化が訪れるのか、ツインレイのステージごとに解説します。出会いの直後は変化に戸惑う。ツインレイ男性がツインレイ女性と出会う前には、突然心に溝ができたような不完全な感情や、何かが起こる予感のようなものを感じることがよくあります。まだ会っていなくても、ツインレイ同士の魂が共鳴して、引き寄せ合っているため、これらの感情が生じるのです。そのため、彼らはなんだか不思議な感じがするといった、これまでに経験したことのない初めての感覚に触れることがあります。また、心の変化だけでなく、ツインレイ女性に出会う前には、体調の変化や、不妊の状態が続いたり、困難な出来事が起こったりすることがあります。さらに、彼らは、ツインレイ女性の夢を見たり、頻繁にエンジェルナンバーを目にすることがあるかもしれません。これらの体験によって、ツインレイ男性は落ち着かない状況に不安を感じることもあります。出会った直後は、スピリチュアル現象が増える。ツインレイに出会うと、過去性からの結びつきが存在するため、互いに強く引き寄せられ、大きな衝撃を感じることがあります。この出会いの瞬間から、ツインレイ男性は、雷に打たれたような衝撃を受けるでしょう。そのため、彼らはツインレイ女性を大切にしたいと思ったり、彼女をどんなことからも守りたいと願ったりします。ツインレイ女性が、まだツインレイの関係に気づいていなくても、彼らは責任感を持ち始めるでしょう。また、一部の人々は出会った直後から、テレパシー能力を使用し、言葉を交わさなくても、彼女の思いや考えを理解することができるようになります。サイレント期間は辛い気持ちを抱く。サイレント期間では、ツインレイ男性は闇の側面もあり、孤独や自信の欠如など、大きな不安と向き合わなければなりません。彼らは、自分の弱さに直面すると、自分に自信が持てないかもしれないという不安や、他の人の方がツインレイ女性にとって、幸せになれるのではないかという疑念、いつか離れてしまうかもしれない恐れ、嫌われることへの不安など、ツインレイ女性に対する不安な気持ちに気づくことがあります。さらに、この期間中に、ツインレイ男性の弱さから、ツインレイ女性からの思いを怖がったり、重く感じたりすることがあります。これらの感情に気づいたツインレイ男性は、ランナーと呼ばれ、サイレント期間に入ることがあります。統合後は無償の愛に気づく。統合を迎えると、ツインレイは独自の存在となります。この段階では、無償の愛と無条件の愛を体現し、ツインレイ女性の幸せを願い、つながりの形にこだわらず、彼女を応援することが重要になります。統合が完了すると、つながりは以前よりも強固になり、ツインレイ男性は、彼女が自己実現のために離れていったとしても、引き止めようとはしません。彼らは心からツインレイ女性を応援し、幸せを願えるようになります。ツインレイ男性が抱くツインレイ女性への思いについて解説しました。恥ずかしさであったりツインレイ女性を大切に思っているからこそ、大切に大切に心の中に思いを閉じ込めていることが多いツインレイ男性。
そのため、思いに気づけずに、疲れてないのかもしれないと、不安や寂しさを感じてしまうツインレイ女性も多いでしょう。ですが、もともと奥手でクールな面が強いこともあり、自分の思いをすべて口に出すことをしないだけで、とても強い思いを秘めているのです。そんなツインレイ男性の気持ちに気づくことができると、今以上に強いつながりも感じられ、愛情も強く感じられるはずです。